です。何ヶ月ぶりでしょうか。1ヶ月ぶりくらいじゃん。ああ。じゃあ、1ヶ月ぶり、1ヶ月ぐらい連絡なかったやん、お互い。そうやな。で、それまでさ、はい。なんか、サクが言ってきててさ、うん。なんか、てか、俺が1回なんかさ、うん。ちゃうわ。何も言ってへん。言ってないのに。でね、2月5日やって、2ヶ月や。そう、2ヶ月ですわ。2ヶ月か。あ、じゃあ、はい、あ、いや、なんか、サクから来てたから、ポンコになったから、あ、また病気始まったんかなって。いや、別になんか、何もなく。前回の反省を生かして、てか、前回の反省生かせず、あ、またサクさんがってなって。あの、また俺のあの、ことなかれ主義が発動して。ダメですよ、それは。なんか、アクシデント起こしなさいよ。アクション。アクション。アクシデント。アクシデントやで、俺が炎上するとかやで。収録しましょうか。収録も、まあ、収録ボタン押してるんですけど。あ、押してるんですか、これ。押して、ちょっと待ってって言ったタイミングも押してたんですけど。はい、ということで。2ヶ月ぶり、はい、カニマトちゃん虫です。お久しぶりです、皆様。すっかり不定期になりました。ほんまですね。そうしないといけないんですけどね。週1から、これも怠惰がよ、3年目にして。年目後半か。もう3年を迎えような時。いや、もうちょい頑張らなあかんなと思っているんですけどね。でも、考えてみ、高校3年生の時、高校3年間考えた時に、やっぱ2年の中盤ってだるむやん。まあ確かにな。受験前って。はい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 。あ、そんなもんやんないよって考えてもらって。はい。まあね、まあファンもそんなにいないと思うんだ。ね、でもわりかし最近じゃないわ、なんかね、TikTok も増えてるんでしょ。あ、でも、俺あれからだから、500人ぐらいしか増えてないんちゃうん。でも500人増えてますやん。3700人ぐらい、一気にガクンと落ちました、ペースが。あ、そうなんですか、ね。3700人ぐらいか。まあ、配信はね、まあ、ね、やってるんですか。やってるな。でも、最近もあんま来へんね。一時期比べたら。最近始めた人が結構、わーって来て。うん。俺の元々、何、うん、配信見てたって人も、わーって、ね、うん、やり始めて、一気に俺のフォロワー数抜いてって。うん。もうね、おかしいですか。私は終わりました。お疲れ様でした。あの、だから俺の柏店の遊び場っていうオープンチャットの20人です、はい、俺のファンは俺のファンは20人です。でも20人の方が聞いてもらったらまあ全然ね、いいので。今 YouTube もさ249人で止まってん。あ、でもそんな言ってるんだ。200、でも最近動画はマジでサボってたから、前、あつ森の配信してん。おぉ。それは結構、いや、もう、やってなかったけど、もうやる、どう森やってみようと思って。つまよったか。つ森やってて。うん。まあ、ぜひそれも、ね、今、口で説明するのはずいから。はい。あ、俺が見ろと。いや、でも、TikTok の切り抜きとか見てくれて大体わかる。あ、わかりました。これが鳥見て食料や。ほとんど食料しかいないんだよな。そうなの。食料にしか、タヌキでも食料にしか見えへんか。ちょっと無理やったらあかん人間やったわ。向いてない。龍がごとくが一番です。お久しぶりです。本当に何してたんですか、ほんで。わりかし仕事と副業を始めまして。副業、副業という名のアルバイトを始めたんですよね。何し、いや、副業は OK の仕事なので、夜暇やな思ったので。夜暇な、副業やってて。仕事今午前中働いて、まあ、夜、まあ、夕方、まあ、定時が5時なんで、夜勤最近やってないので。ああ、え、しあ、その夜勤の仕事から変わった。あの、普通に、常勤になってしまったん
あ、会社自体は変わらず、そう出勤時間が変わった。うん。で、常勤しかなくなってしまったから。体壊したから。そう、まあ、それもあって。だから、まあ、やっぱ常勤は給料低くなるんや。低くなるしなと思って。なるほど。夜なんかバイトしようかなと思ってバイトして始めたんですよ最近。2月かほんまにその、この収録がなくなったぐらいの時期ぐらいから、ホスト、カラオケのバイトです。あ、そう、もうガッツ副業ってほんまにその副業まあガッツ副業しましたよ。何職をしてるのかって言ったらほんまの副業や。はい。ん、なかなか、ね、収録時間が多分できなくなったっていうのはあるんですよ。ああ、なるほど。じゃシンプルに時間なかった。うん、そう。配信は？配信もやってないですね、最近。やってない。うん、まあ、突発的に始めたぐらい、始めたりするぐらいでも、まあ、今時間的にも多分人の来ないし。なるほどね。まあ、それも。どっちみちじゃあかんやん。そうなんだよね。どっちみちじゃあかんかった。うん。でも、久しぶりに、1ヶ月ちょうどぐらいに、多分俺が送ったと思う。4月ぐらいに来てて、売ってから、見て、スカイプ開いてもなくてさ。うん。で、パッと今日見たら来てて、動きてると思って。そう。びっくりした。おったわって思ってて。うん、俺も。収録せなあかんわと思って。ちょこちょこ配信でサクの話はすんの。してますの？最近もうお亡くなりになったんかなみたいな話最近2ヶ月ぐらい喋ってないわ。でなぜかさ、はい、さっくんの新しいアイコン、あれ俺が今 TikTok のアイコンにしてる、はいはいあれのアイコンにしてる視聴者が 2,3 人おるからさどういうこと？お前それさっくさんの部屋でどういうこと？だからあの絵をアイコンにしてる人がいるので、うん、嘘だ俺のアイコンを、うん、俺だから作が書いたやつな。あの2人のアイコンを使ってんのってこと？2人の俺の TikTok のアイコンあるやん。はいあれをなぜかどっから撮ってきたか知らんけど、マジで、うん、アイコンにしてる人おるから。俺らやで。ややこしいけどさ、うん、ややこしいからさ、それでさ、他のいい人の配信行ったりするん。うん。もう、結構、いい人 TikTok 界隈やと思う。まあ、俺のさ、うん、アイコンって、まあ、認知されてることもあるからさ。はい。他の配信者に嫌われてんじゃねえかなっていう。ああ。っていう。いや、マジか。不安と、いや、そういう現象が起こり始めましたよ僕ら。普通に嬉しいんですけど。これやめてほしいね。うちらのアイコンも使われてるってことやんね。だからあれな。ありがとうございます。まず、あ、使ってて俺ファンでっていうことない。違うだろ。俺のイラストが好きでってことだろ、それは。俺のアイコンっていうので使ってできちゃうから、あれやけど。いや、勝手に使わんといてほしいなんで、ほなな。ちょっと許可欲しいな、俺らに。いいよ、勝手に全然使っていいんやけど、使って、全然許可するんですけど。180度があったね。いや、全然許可しますよ。許可。一言言っても、どこに言ったらいいか分からんねん。分からんにゃいいじゃないですか。この柏店の YouTube か Twitter ありますよ、あなたの。まあ、俺は基本視聴者からのあれ返さへんから、あれ。ああ、なるほど。なんか DM 来たら多分、無視でしていいからさ。教えてって。教えて、一言欲しい。一言欲しい。なんか TikTok のなんか DM かなんかあるわけなんか。コメントでも、なんかそういう話したら、サクさん使わせてもらってますってコメントは流れて。あ、じゃあ、もし何かあったら、コメントお願いします。なんか、使いたかったら全然、許可するんで。でも、そんな悪用とかしないでほしいな。悪用されたら俺に来るから。そう。
軽くなんか、もしなんか。俺に来たら、サクのせいにするけど。聞かれた、もしなんか、聞かれたら、このアイコン可愛いですね、聞かれたら、なんか、俺らの話をしてもらったら、それは俺らにとってメリットだから、いいかなっていう。だから、全然あの、このアイコンぶら下げて、あれよな。2、3人しか視聴者来てない顔出ししてる女の子の配信とか言ってほしいな。そう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 、そうやね。かわいい、かわいいっつって、そうやね。たくさんっていう人が書いたんですって、そうっす。カニカマとチャームシっていう YouTube がありますみたいな感じで。鬼の宣伝中。宣伝してもらったら。めっちゃ売名やないか。使ってんねんから、それ売名してもらうな。売名やないか。お願いします。ぜひ。プロフィールにカチワテン信者って書かれるのもまあまあはずい。あ、それはやめてもらっていいですかね。ちょっとそれはね。カチワテン信者って書かれるのもまあまあ作信者って。やめてもらっていい。その一時信者とかね、ちょっときしょいんで。俺もついに信者がつくようにおっしゃってたんです。いやー、ちょっと偏見、うちらの寄りになってしまうんでね、ちょっと偏見寄りになってしまうんでね、申し訳ないですよ、それもね。だから偏見される側になってきたら終わりよ、から。あー。もうこんなぐちぐち言ってられる。いや、でもまあ、それが俺らの売りやから、このスタンスを変えてしまった時点でもう終わりやから。うん、この感じで続けていきましょう。柏店はそうです。だからあれですよ。配信したり、なんやらしたり。はい。今、FF10?、うん、FF10 俺一番最初に実況やってんや、ニコニコで。はい。はい。いや、まあ続編、まあ3年経ったから、10-2 やり始めてんやさ。はい。言ったら終盤やのよ。うん。レベル上げ作業がめんどくさくてさ、収録止まってんのよ。うん。どうすればいいの？俺の最近ない。それはもうね、なんか、よくゲーム実況者でよくやるのが、やらなくなったっていうパターンがある。いいかな。別の新しいゲームを始めるっていう手もありだよね。もう、てかもう、最近動画どんどん出しどくさくなってきて、配信でって思い出した。おい。あとか思い出してる。でも、あれだね。TikTok で君が、撮ってるわけないし、ラジオを。サクさんも参加しようかなって。TikTok でゲスト参加できないの？それって。ああ、でも、フォロワー300人。いるの？うん。きっしょ無理だ。300、頑張って300。いやお疲れ様でーす。相方が3000まで頑張ってんからな。無理だろ。やっぱり俺なんぼやねん、お前。いや、だから、やっと投稿しまくれって。いけるいけるって。300とかいけるもんなんだ。最悪テレビ番組のキャプチャーやりまくって、で、伸びてきたらその動画全部消すやん、うん、いけるって。あ、なるほどね。あーちゃうねん。あーちゃうねん。あ、で、そのアカウントを打って、副業にすればええねんて。そういうことだ。ちゃうねん。あーちゃうねんて。ほんまに、ほんまにやってる人おりそうやからやめとこう。この話絶対おるって。はい。あれ嫌いや。あれでフォロワー伸ばしてるやつ嫌いや。まあ、たくさんいますよ。俺、それをよくいいねしてますもん。おもろいな、これと思って。ちゃうよ。見ちゃう。うん。まあ、テレビやもん、見るよ。そうやね、見てます。プロが作ってんだから。そうやね、おもろいもん、普通に。そうだね。ああ、そっか。そうだね。2ヶ月、はい、2ヶ月ぶりって感じせえへんねんな。そうことはね、別にね。先週喋ってと思っても。別にね。別に、ね。久しぶりかなかったっすね、あんまり。結構、なんやろ。あんまり間開けたらあかんけど、うん。新鮮な気持ちになってるはずやねんけど、でも、別にね。リセットな、され、でもこれリセットしなかったら間開ける意味なくない？そうだね。じゃあ毎週やれよって話。毎週やったら寝たないしな。
だってあのお笑い芸人とかでさ、まあ、四六時中仕様におるから仲悪くなるみたいな。うん。いやん。うん。そんなに、もう言ったら週1、1時間の関係やからさ。うん。デリヘルみたいなもん。やめてもらっていいですか入れは絶対。チェンジっつって。いや言うてまあ、あの、そのラジオが始まる前からも別にさ、言うて、その、なあ、そんなに喋ってる期間もなかったわけやんか。あれ、でも俺ら出会って1年ぐらいでやってんのか。じゃあ半年ぐらいか。え、1年か。どうなんやろ。出会ったんいつや。あなたが多分、大学生になる前じゃなかったっけ。そんな前え、多分ね、え、俺じゃあ、いや、10、それやったらだってもう8年経って、8年も経たんよ、5年ぐらいよ。ちゃうって、あの、俺だって、あの人と、女の子と知り合った時、俺19歳とかやったやもん。今の、最初のな。最初の時が、知り合った時が。その流れで多分知り合ってるわけやからさ。うん、うん。19、20歳で揃って知り合ってるわけやから、俺と。なるほどね。一個したやんか、あなた。一個したねなぁ。たぶん18とか。人妻で遊んでた時。そうやね。二人して、二人で人妻で遊んでた時やろ。22、23の人妻をポロカついてた時期ね。送ってきた自撮りに対して露骨に言ってた時な、クソみたいな時代な。うちらも23超えたわけよ。うん、そうな。あの頃いじってた人妻どうなったのかな。ほんまな、元気なんかな。だってよバーって遡ったらさ、うん、タクトの初めてのツイッターのリプライ、うん、前のアカウントだけど、はいはい、2019年6月やん。ほら、だからそんなもんやって。だ何年前 ?4 年前か。4年前かね、うん。でもほら。4年前で俺は、あ、21か。あ、でもそんなもんなんや。え、でも、もっと前だった気がするけどな。そんなもんや、大学さんで。え、嘘だ。いや、二十歳はない。だって俺、その頃全然ネットしなかった。え、で、え、マジか。うん、19、二十歳はほとんどネットしてた。え、だから俺22その人妻悪口言ったってこと俺。一個上とかの人、え、そうなの。え、上にこう。とんでもないやつで。お前やな。一個下のやつに言われてて、でも、え、でもやったやんか。でも何なんか、え、年上感あったよな。なかなかのパンチあったよな。いや、だから、うん。だから、あれや、俺が、うん、ツイキャスで、うん、なんか珍しく、うん、当時中学生ぐらいの変な女の子に懐かしい、なんかやたら絡まれてた。ああで、その子がツイキャスやってて、うん、立ってみた時に俺が衝撃的すぎて、うん、そのだから顔出しでツイキャスやってて、うん、衝撃的すぎて、そのスクショを読んで、尺、うん、のティーにパッて貼り付けて、尺、うん、が、尺、うん、がグロ、なんか、あれ、ガチャピンの仲間みたいな、ガンコちゃん。ガンコちゃんの画像を懐かしいやつを言ってきて、うん、なんてひどいやつやと。あったね、あったね、思い出したわみたいな。最低だわ、おてうちら。そんなようなことばっかりしてたら最低やけど。大体この時間帯になったらツイキャス開いてさ、配信やって、タレコラっていう時代があったわけやん。そう、タレコラあったね、あった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 。今もあるさ。今もうなくなってしまったんやけど、タレコラってシステムは。誰でもコラボっていうね、太くて多数の人と、もう斎藤さんみたいな感じで。あれであるよ。
TikTok であるよ。あんじゃん。この前だってそれで沖縄の女の子2人組と喋ってた。おもろいやん。はい、すごい。おもろいな、それ。それを、やろうかな、TikTok。めっちゃしんどかったけど。で、それでなんか誰こ、でも。若い子と喋んのしん、いや、今若い子と喋るってしんどいで、マジで。しんどいんやん。しんどいしんどい。いやーでもどうやろうな。やばい、でもツイキャスやってる時点でもう俺いけるからさ、ここは。まあ、でもお前とりあえず TikTok300 人フォロワーの伸ばしてるじゃないとコラボできる。よかったら、俺の TikTok よかったらフォローお願いします。今何人いや、今 TikTok 何人どこで見えるの。何もしないよ。いや、踊れ。ロッカーロッカーロッカーつって踊れよ。俺一人だわ。どれ？あの非公開アカウントだから。一回多分非公開してて、ね、めっちゃうわー来て、うわー消しそうと思って非公開にしたんやな。怖なってる。そう、ちょっと、あ、ちょっと、やりますわ、ちゃんと。公開してますわ。てか僕って、まあ言ったら、さっきのお客さん層のおばさま。俺いる？フォロワーし、いや、フォロワーすれば来る？ああいうのって。知らんけど、300くらいやったらすぐ行けそうやけど。どうなの？いらんのよな。ほ知らんような。1個50万再生とか言ったら600くらい行く。あ、そうなんや。アカウントってさ、複数作れるのかな？これを作る、俺サブアカウント。あ、サブアカウント作れるんだ。サブタバカでも全く起こしないことだね。95人くらいで、うん。めっちゃおるやんけ。俺より全然おるやんけ。俺一人はしこらんないけど。300人目指して、まあ、言ってね、あんたのチャンネルわけやんか、その TikTok のあれは、配信アカウントは。言うたら、まあ、俺のアカウントなんて別にね、俺ただギフト上がって、ちょっとちゃかすだけやからさ。え、でも、じゃあ、でもそれ上がんのにも300人いるんだ。俺、だから、前、視聴者と喋ろうと思ってやってみてんの。うん。視聴者、誰と一人通して300人いってなかったから、結局、だから、その沖縄の女の子2人で喋ることになって。無理やったってことなんや。まあ、あと、あれ、他で、やってたのは喋ったのは、あれ、他のイベント配信者。あー、なるほどね。だから絡みある有効配信者。ああ。え、今一人増えた。なんで？誰が見てんのか。怖いって。なんかフォロー。俺のアカウントわかんのマジで。え、知らない。教えてください。ナスカカズ。俺たこ焼きさんだから名前変えようか。たこ焼きさんで一応知れる。ん？たこ焼きさん。たこ焼きで出てくると思う。多分作りたくわかりやすい。え、普通にたこ焼きやからわからんと思うわ。はい、いっぱいおるな。でも待って、ちょっと待って、ほなもうなんかないかな。アイコン作るの全然違う。拾ってきた。拾いが。犯罪。どうしました。なんかないかな。作でいい。作やったらな、ちょっと嫌やな。で、なんか、めんどくさいなと思って。フォロワー2人、これか。いた？たこ焼き。3ってついてる？ 30 みたいな。たこ焼き、たこ焼きだっけ、たこ焼き。アットマーク30ナンバーやて。あー？あー？ちょっと待って、俺フォローしたらええねんな。めんどくさいな。フォローします。どこか。貸し当てやろう、あなた。
感じな感じか。また感じないで。また感じないでんな。ひらがなかと思って。俺も決まってない。ひらがなかと思って。あ、いたわ。俺のアイコンが。下はフォロー。あら、あれ、俺が俺や。これが俺。自己顕示欲だと。たこ焼きや。あ、お前、たこ焼きフォロー。なんでたこ焼きなの？なんかを見つけてんたこ焼き。鼻につくアイコンしやがる。これ昔拾見つけて、昔でのアイコンやから。フォロワー2人が気分上々、正常向上と推しの鼻水が欲しいって言う。何にフォローされてんの？知らんわ。勝手にフォローされてて。一人なんかもうフォロー返したけどさ、おもろいなと思って。推しの花水さんはなんか踊ってたから。それのなんかよくわからない人たち、気分上々さんは知らんわな。でもさっきフォローされたよ、この人が。青い空フォローしてる。そう、フォローした。おもろかったもん。手越しフォローしてる。おもろかったもん。手越し流れてきてる、これ。フォロー見えるんや。見れる。フォロワー1やもん。フォロー1やもん。え？フォロー1やもん。じゃあ、皆さん、フォロー返してもらっていいですかね。あ、サーバーから返すもん。なんでサーバーがないの、お前。なんでこの会社で返さへんのや。あれ、俺、もう1のままにしときたいっていう俺の終わり。あ、こっちのゲーム実況者の方で返してくることね。そう。なるほどね。あの絡みある配信者は全員そっちで返してる。ああ、そうなんや。今日は、てかさ、あれ、検索した方が早いわ。うん、3000人とはいえ、スライドから探すのだるい。たこ焼きやが、たこ焼き。たこ焼き。うん。たこ焼き屋さんや。そんなたこ焼き好きやったっけ？いや、なんか、なんやろ。俺のフォロワーよりたこ焼きっていうアカウント名の方が多い気がする。え？たこ焼きめっちゃおんねんけど。死ぬほどおんねんけど。関西やからなんかな。どうなんやろ。違う。たこ焼きって。もうちょいなんか、なんで作2000、うん、いや、なんかな、最初の名前の なかったんよ、これ。あれはなんかもう一つつけてなかった。ん？あれは右京さんは右京さん、右京さんやった。あれ消したって。あれ消したん？あのアカウントないよ。あの世界一おもろい YouTube や。いや、でもらっていいですかね。俺があれあれあれやか、俺がちゃんと真面目にMC してただけやから。いやいや、てかじゃあこっちも知るけど、こっちはもうなんかもう普通になんやろ、喋ってただけやからさ、喋ってるだけ、乗っかってるだけやから。こっちはあっちのアカウントはもう終わないよ。ないよ。だから稼働してへんもん。ショック。だから相方くんが、元相方くんがもうなんかガヤガヤしてるだけやからさ。かやかや。どうしてんの？さきょうさん。さきょうさんにめっちゃ遊ばれてるんで、ちょっとガヤガヤしてるんで、ちょっとうるさいんで。あれはスプーンは？あ、スプーンか。してないよ。してないんか。うん。いろいろやりましたね。ありがとうございます、かしわてんさん、ゲーム実況者様。全然こっちあれや、アニメドラムロールっていう企画で動画撮ろうとしていろいろ考えてたけど、ネタは考えてたけど、はい、撮るめんどくさくて、はい、やめたっていうか撮ってない。あれ、パワー懐かしい。3000人やって。
全員サッカーしかおらんやんけ。おい、あんたらの、あんたらのフォロワーは。俺のフォロワー、サッカー、そんなことない。まあでも、一歩配信者やから、そうやな。サッカー率高い。サッカー率高いって、サッカーの子供たちしか見えへん。マジあれかも。ちょっと今、クリエイターのあれ見てみよう。うん。あの、男女比率。うん。確か見れたと思う。これ見れるんだ。見れへんかった。クリエイターポータルちゃうね。サイトちゃう。あ、これか。見れへんかった。そういえば。そうです、そんな話全然変わんねんけどさ。うん。サッカーでもないしたブルーロック最近見てますよ、俺。あ、そうなの。そうなの。サッカー好きそうやもんな、A とか、あれ。ん？え、好きそうやもんな、ブルーロック。ああ、割とね、嫌いではない。ラッキーとかめっちゃ好きやろ。バチュラですね。あ、そっち、あ、そっちか。バチュラかバローだね。レオじゃない。レオ嫌い。嫌いない。レオはなんだ。ちょっとめんどくさいやん。偉いもん。レオやったらなぎくんの方が好きやね。くんづけしてんの気象よ。ん？男キャラにくんづけするの気象よ。なぎくんでしょ、あれ、あの人は。なぎ聖志郎。聖志郎。うまい、いやもう、うまいもん、あの。うまいもん。いや、あの動き、まず、いいなって思ってた。サッカー見てずっと。サッカー見れる。あれをサッカーとして見たい。サッカーやんな、あれは一応。あれをサッカーとして見る。いや、でもね、あのバチラのドリブルとか、フットワークめっちゃええなってめっちゃ思ってる。ファイブ使ってるから。いいなぁ、あれは。いいよ。頭変なやつやけど。私、おかっぱやけど。おかっぱで先メッシュ入れてるから。うん、なかなかすごいけどね。エキセントリックの髪型してる、うん。あれ美容室で勇気いんであの髪型にしてくださいっていう。なあ、おかっぱにしてる、ね。あれなんて言ってんのかな。マッシュマッシュおかっぱ。どうだって、インナー入れてください。じゃないよ。あれ、地毛じゃないの。地毛ではないよな。地毛だろ、ちっちゃい子が あの感じだったよ。え、地毛な、ちっちゃいであれだって、神様の小学生おったやん。あ、でも、ちっちゃかったよ、でも俺だいぶ。ちっちゃかったけど。染めた、あ、染めるもんなんかな。いや、だって、茶髪の顔顔とかたまにも歩いてんねん。あれもたぶん地毛やろ。いや、もう地毛な。地毛としようよ。さすがに、あの。マジか地毛やって絶対。地毛金髪とかめっちゃ羨ましいよね。外国人やから外国人。外国人やから。うん、そうやね。どういうこと知らんけど。ああ、でもあれや。もう見たけど、フォロワーの割合、男性 79%、うん、女性 21%。21% もおんの？だって3700人の 21% ってどんぐらい？かすいやんけ。3700の 21% ってどんぐらい？全然やん。待て。100おるかおらんかなんちゃん。100おらん。でも100人、俺はこの100人いけるってこと。いや、ねえ、え？だって 0.2×3700 でじゃ計算してる。うん。無事だって。あれでも700人おんの？何がええの？そんなおる。いや、そんなおらんか、そんなおらん。女おらんって、女おらん。そんなおらんって。3700円の。100は持ってると言い過ぎだけど、まあそんなもんや。100？ いや、100？ もう待って。でも 30% で3割やで。うん。3700人の3分の1は、でも700人ぐらいおんの。うわ。だから、捨てやがだろ。30% でも 20% か。30% で 20% か。捨てやがやって。捨てやがやって。待って、100人で、100人でだって、うん。100人中で、100%だから 20% ってことや。20人。100人中20人ってことや。うん。そうやな。で、1000人中で200人おるってこと。うん、そうやな。
じゃあ770人分。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。700人いけんの？マジ？ダメだ、ダメだって。マジ？ダメだって。マジっすか？ちょっと皆さん、思考回路のこの、これを聞いてる方々、女性の方々、外してもらっていいですか？おいおいおい。いや、なんでマイナスプロモーションされなのか。700人、よかったらこちらにお願いします。700人おんの頃は俺女子だけでやばいな。マジちょ、なんか元気出てきた。明日から頑張ろうと。もっと頑張れないよ、ほんまに。配信をよ頑張ろうわ。ポケモンとか走りなよ。ポケモン俺なスカーレットネクサスちゃうわ。スカーレットバイオレットの借りたの買ってない。物買ってない。視聴者に言われてるのがアンチャーテッドやってほしいって言われてる。あー、おたかしがせえへんやつやん。で、俺が今やりたいのは FF あれ15。おたかしがせえへんやつやん。ねえ、ポケモン、ポケモンって女子見る？見やせんやろうけど。今、あれしたらやん。スプラしろや、スプラ。結局、男増やすんが大事やと思ってんの。スプラしろって。聞いてる。男女率多いんやんけ、あれって。スプラ酔うねん、おじいちゃんやから。いや、一瞬だけしたらやん。バズるから、絶対。なんか、ファインプレイだけ人残せば、行くから。あんな。バズるから。それで残、あれ、増やしいよ。逆にスプラで？スプラで。いややめんどくさい。スプラ新車。スプラ新車、いやいや、そこまで技術ないからさ。どうも。でも俺それなりにやってるいるけどスプラ。いる。スタジオ行ったけど。いやそこまでないな。熱が。違う、技術が。乗せるようなバズるほどの腕もないからさ。俺今から始めてそんなんできるわけない。いけるけいける。なんでな。初心者がやってみました言うて。マジで無理や。俺の配信頑張る。あ、すごい。なんで今それやねん。今さらやねん。最近俺やってるけどたまに。やろうかな。あっという間にやってますよ。はい、だからさっきから来んかったらどう俺の配信やろうと思ってる。何すんねん、まあ、集まりで逆に。もう俺1からやってる。あ、島リセットしたの。リセットってここ、初めから。初めからした。うん。あ、そうだね。何もないんや。何もないの。何もないまま、1週間経った。おもんない島やんけ。おもんない島今。だから、こっから作っていくよ。今、俺の方が島がおもろい島やな。サクさんとちょっとつなぎながらやるとか。あ、俺が参加するの？その集まりに参加するの？まあ入ってこれるんやったら、だってフレンド登録してるよ。あ、してればいけるな。集まり参加できますけど。はい。やろうけど、できるよね。うん、できますよ。そういうこともやろうと思って。うん。ゴールデンウィーク中なんかやりたいなポケモンかな。ゴールデンウィーク中、俺、カラオケのバイトが入ってるので、なかなか無理ですね。それじゃあ、一人、ポケモンは一人でやるけど。全然集まりはいいですよ。集まりとか何？スマブラとかのなんか、参加だけだったら別に、俺は。俺の声も入れ、TikTok に入れてもらったらいいんですけどね。それで、まあ、それでタグ付けしちゃうの？そう。仮にバズるようなことあれば。そう。スカイプで参加できるわけやんか、俺は。てか、ディスコとかにね。ディスコか。使わなあかんやん。スカイプで絵を描いてるし。スカイプで君は喋りながら、俺も電話しながら、俺もスプラしながら、そのなんかなんかしながら、ゲームしながら。なんかゲームしながら。これは俺は多分ゲームしながらやるだけやけど。二人で考える系のゲーム。何があります？ホラーゲームとか。いや、おもんないやん、怖いだけやんけ。夏はホラーゲームをやるって約束してしまった。あ、夏はそれしようかなった。
夏な。去年探したかな。うん。まあ、手なわけでも結構40分経ったんで。な、はいはい。この辺でしましょう。ざっと終わりますね。お疲れ様でした。エンディングトーク忘れてるし。ごめん、エンディングトークしよう。はい、てなわけでエンディング。はい。で、どんなんか覚えてるっけ、エンディングの。わかんない、忘れた。しばらく編集してないから。すごい頑張ってもらわなあかんな。いや、今日でもさ、オープニング入れるタイミングがないから、多分最初見てるやん。うん、オープニング最初ね。でもう全部見るよ、ここは。うん。ボン、BGM、うん、いける、まあ、エンディングですよ、うん、2ヶ月ぶりですよ。まあでもね、まあ、さっきも言った通り新鮮味がない。てかさ、はい、だよね、俺良くないなと思ってんがさ、リートークに逃げんのやめようよ、はい、リートークに逃げんのやめようよ。そうだね、最近ずっと逃げてますよね。いや、それも良くないと思う。やることがないから、うん、多分こうやって収録飛ばすねん。そうなんよ、ちゃんと決めなあかんのよな。そう、ほんまにそれあると思うで、俺ら。二人とも反省せな、うん。そうなんよな、ほんまやな。この辺を怠りしてるって、最近マジで。次回は、あれやりますよ、うん、あの春アニメ。春アニメやりますよ。来週でか次は。春アニメもう終わったんじゃないですかね。始まりました、最近。始まった、もう遅いんじゃないですかね。まあまあ、だから何見てるやん。何見てね、ああ、なるほどね。まあ、でも番外編で撮ってもいいです。それはどっちでも言えねんけど。それ番外編にしましょうか。それ番外編。こういう逃げが良くないねんって、マジで。なんかないかな、まあ。まあまあ、その辺はまた考えましょう。うちわでしましょう、ちゃんとしましょう、これは。はい、変なわけで、じゃあ。昔したよね。はい。はい、柏店と。作でした、懐かしい。See you next week。懐かしいですね。お疲れ様でした。ああ。